岡本莉子ちゃん2年生。はいはいはい。あ、部員の様子が見れると。え、誰？お調子者。お調子者ばっかりじゃねえかよ。奥山くん、ダサいな。能力詳細。牽制20丸。高速スクリュー、すごいね。とりあえずじゃあちょっと用紙設定してみます。なんぼのもんか。奥山くんがちょっと一番センスなかったんで。あ、装備品とかもできんのこれ。実際選手、メーカー品の装備品は設定できません。オリジナル選手、すべての装備品を設定できます。へぇー。バット。おー、めちゃくちゃあるぞ。お前木製な。お前木製。グローブ。え？キャッチャー見て、いや、ファーストミット。あ、これ全部選べんの？マジで？投手用。黒。すごいね、手の甲。めちゃくちゃあるね。高校野球で使っちゃダメそうなやつにしよう。レース。黄色。ポケット。これ。ヘリカワ。これこいつオーダーしてます。これこいつアホなんでオーダーしてます。このゲロダサグローブ。はみ出し。これ。オーダーしてます、こいつ。バッティンググローブ。バッティンググローブもめちゃくちゃあるやんけ。赤。質感とかあんの？何それ？かっこよ。うん、オッケー。で、容姿ね。問題はこっちなんだよ。体。細い。いや、細いじゃないわ。あ、細い。身長はね、150センチ。205センチ！でけえ！でけえ！ 150 センチ。幅。幅、きしょいな。これ150センチなんやろこれ。腹の大きさ。腹の大きさ？いや、150キロ、150センチでこれはもう中年やろ。腰の太さ。いや、化け物やんけ、これ。やばいぞ。野球どころの騒ぎじゃないよ、お前、これ。化け物やろ。これ。お尻。高さ。あ、これでアップいけるのね。お尻、1。幅。まあ、そんなになさそう。厚み20。なんか、化け物誕生してるけど大丈夫これ。太ももの太さ。あ、細い。膝下の太さ。膝下だけめっちゃ太い。いや、足の大きさ、足めっちゃでかい。足だけめっちゃでかい。これまだ体だから。これまだ体だけだから。頭。これやばいぞ、これ。頭の高さ。オッケー。おでこ。これ。これ。幅。これすごいね。ずら確定だからな、こんなのな。幅はね、これで、いや、どこで切ってるの、その髪。これで、後頭部の形。あ、後頭部まで選べるんですか？これで。いそうだけどな、なんか探せば。眉骨。何が変わってんのかわかんない。顔。いや、やばすぎるやろ。これにしよう。バランス、長さ。長さはめっちゃ長い。幅は、
めっちゃある。大丈夫これ、ね、なんか水の中とかに入ってます。顔の下の出具合すごいな。魚みたいだね。色選べんの。いやこれふてぶてしすぎやろ。これにしよう。野球どころじゃないわ、これ。野球どころじゃない。これにしよう。これで。これでギリギリいけるかも。いや、やばい。野球に集中できなさそう。ちょっとこれやってますね。これ、お薬やってますね、これ。お薬やってますね、これ。これ何歳とかで通るのこれ。大丈夫？肌年齢。これ、いや、じじいやんけ、これ。これ寄れるんだよね、これでね。あー、すごいリアルだね、これ。やばいな。これにしよう、これに。不潔そう。これ。将来バンドマンとかになるのかな。これにしよう。もうこれでいこう。目とか作った意味ないけど。これにしよう、もう。これで。あんまりちょっと野球選手はなさそうだけど。これにしよう。なんとかしよう、これで。あんまりやる気なさそうだけど、なんとかします。とりあえず。とりあえず奥山だけやばい。変えるか。リリーフ。上村くん一応いるんで。なんで体調悪いんだよ。奥山だ。奥山。やれる？やれる？それ、グローブオッケーだろそれ。奥山くん。ダチョウみたいなやつ上がってるよ。マウンドに。セカンド、芋すぎるやろ。それ取れんのか。いいよ。オッケー、いいね。オッケー、正面。よし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 、はい、初勝利。おっ、奥山、じゃあ伝令出すかこれ。奥山、はい、しゃべ、気持ち悪いや。なんか本当に気色悪いダチョウみたいになってるよ。あんま走んない方がいいんじゃないか。気持ち悪すぎるわ。喋るな。やばいよ、これ。特殊能力。奥山。クイック C。いける？いける。顔、キモいね、本当に。小汚いダチョウみたい。特訓。奥山。クイック。いいね。クイック A。その腹で？いいよ。終わり。奥山、気分ウキウキ。なんかお腹になんか毛布とか入れてない？奥山、本当に心配。一回病院行こう。健康診断多分引っかかるから。あ、これね。すごいよね、これ。胸板が細いのかお腹がやばいのかわかんない。いや、部活見学しすぎじゃないよ。俺ら新入生じゃないから。料理研究部。料理の虜になってしまったようだ。全然料理できなさそうな奥山くんが参加してるわ。神の手なんでつくんですか？バレンタインで、奥山は無理だ。諦めてくれ。女の子も怖がってる。おい、お前遊ばれてるって気づけ。そんなわけないから。遊ばれてる、お前は。残念ながら、これは意地悪です。そんなわけないんだから、もらえるわけないだろ、お前が。
え、彼女とかじゃないよね。いや、もう、部活見学もういいです。手芸。おい、もう、奥山さん、ほんとに、いろんなものに興味持ちすぎだわ。いいって。さっきもなんか、料理研究会とかさ、手芸とかさ、絶対できなさそうなほどにさ、出てくんのやめて。無理だって。ほんと、いいよ。やめてもいいよ、じゃあ。野球。何？犬。奥山は、なんで犬が出た段階でそんなガッツポーズしてるわけ？何に対してのガッツポーズなの、それは。残念ながらお前犬より、生物学的なランク低いからね。にゃーす！一番ダメなやつだ！ちょっと待って、やばい！オートで何とかして。え？いや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 ！ちょっと待って！なんで勝手に変えてきてんの？ふざけんじゃねえよ！次キャプテン？誰？奥山にする？奥山にするキャプテン。いや、ついていけないお前には。もう勝てるっていうのを証明したい。ストレッチ、意味なさそう。大丈夫なんかお前、クマみたいになってるよ。クマみたい。クマ牧場とかの方が、お前多分進路先クマ牧場だわ。クマみたい。その後に投げると。いやいや、警戒でいいね、動きが。奥山は、みんなの笑いを誘い、今日もチームを盛り上げている。いや、笑われているだけです、これ。その顔で、立ってるだけで面白いもん、君。いいね、通行人の人も多分ニコニコしてると思うよ。笑いを誘ってるんじゃないのよ、それ。ズルだよ、それ。あ、はいはい。あら、今日も笑いが起こってます、チームに。いい雰囲気をもたらしてる。自動車でも出ねえ。使えんじゃない？使う？盛るかこれ。あ、お前かよ、くんの！お前かよ！お前結構機敏なんだね。真面目に聞かなくていいぞ。奥山、プロ野球選手。よかったね。本当によかったね。まあ、でも防御率、公式戦だけで見ると、まあまあいいからな。奥山。クイック A、牽制、20丸。リリース、緊急ドボン丸玉持ち。中継ぎです。中継ぎでどうでしょうか。一応、ショートもね、ちょっとできます。中継ぎでどうです？面倒見てもらって。成長タイプ、普通。投球フォームとかあるのこれ。え？何これ？すべてから選ぶとかあるの？何それ？ 245 とかあるよ。わあ、ちょっと本格派っぽいね。サイドスロー。まあ、まあ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 。お前なんかユニフォームに手突っ込んでない？これ。これなんかユニフォームに手突っ込んでるよな、上の。なんかめり込んでない？お前、腹にめり込んでんのか、これ。お腹がでかすぎて、めり込んでるんだ。え、でもこれ、ちょっと待って、どこから見ても、グローブもめり込んでるように見えるんですけど、これ。ああ、腹だわ。腹にめり込んでんだわ。体との距離。あ、これ以上動かせないらしいわ、デブだから。ああ、やっと出てきた！腕やっと出てきてる！これでやっとだよ。これでギリギリ。お前でも腹の上に乗せてるみたいになってるからね。こうしたら腕がめり込んじゃうんですね、これね。
いいよ。体との距離これにしとこう。これでちょっと、ボール持ってるか持ってないか分からなくしよう。